17日に76歳で亡くなっていることが分かった俳優の西田敏行さんについて、所属事務所は18日、死因が虚血性心疾患だったと発表した。亡くなったのは17日午前6時ごろと見られる。写真、松崎茂げるに芝敏夫に田中県仲間に囲まれて浮かべたありし日の笑顔。この日、遺体が安置されている都内の自宅には、俳優仲間が弔問に訪れた。 西田さんと五人会を結成し、信仰を深めていた松崎茂柴る、芝夫、田中健が集まり、西田さんと再会。松崎は帰路につく車の中で、目頭をハンカチで押さえていた。さらに女優の竹下恵子も訪れた。西田さんとは NHK のラジオドラマ、新日曜名作座で2008年から共演していた。